皆さんこんばんは。バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回は視聴者さんからのリクエストで、バーで使われているグラスが知りたいので教えてについてお答えしたいと思います。また普段使いやすいグラスのポイントなどもご紹介していきますので、初めてグラスを買うときなどの参考にしていただければと思います。グラスの種類はとても多いのですが、今回は一つ一つ解説していこうと思います。まずはオールドファッションドグラス。一般的に背が低く円筒型に近い小型タンブラーのことを言います。ウイスキーやショートドリンクスをオンザロックスで飲むときに使われます。容量は 300ml くらいのものが使い勝手がいいと思いますよ。一般的にはロックグラスという飲み方の方が聞き覚えがあるのではないでしょうか。次はカクテルグラスです。逆三角形のものに代表されるカクテル専用のグラスのことです。もちろんいろいろな変形もありますが、足つきでラッパ状なのはグラスをそれほど傾けなくても飲めるからということです。 90ml が標準サイズですが、私の好みだと 120ml から 150ml ぐらいのグラスが使いやすいと思います。昔のバーでは表面張力ギリギリ、並々と継ぐのが流行でテクニックの証だったようですが、今はグラスに対して8分目ぐらいで提供するのが一般的だと思います。まあご希望があれば並々と継ぎますよ。続いてはコブレット。ハリーポッターの映画で初めてコブレットという名前を聞いた方も多いのではないでしょうか。タンブラーに足をつけたものと考えれば良いと思います。ビールやソフトドリンク、氷をたくさん使ったロングカクテルなどに用いられます。容量は 240ml から 300ml ぐらいが使いやすいと思います。次はコリンズグラス。トールグラスともロンググラスとも呼ばれる円筒型の背の高い大型のグラスです。トムコリンズやジントニックなどのロングドリンクを楽しむときに使います。容量としては 360ml ぐらいが使いやすいですね。次はショットグラスです。ウイスキーをはじめとした蒸留酒をストレートで飲むときはこのグラスが一番いいですね。ストレートグラスともいい 30ml 入るシングルグラスと 60ml 入るダブルグラスがあります。ウイスキーの琥珀色を楽しむためにも透明のグラスが良いと思います。近年は香りを楽しむためにテイスティンググラスで提供することが増えてきています。次はシェリーグラスです。シェリー酒を飲む時のグラスで、ワイングラスよりも一回り小さく 200ml ぐらいのものが使いやすいと思います。近年ではシェリーグラスでウイスキーを飲むことも多くなってきました。はい、次はシャンパングラスです。口の部分が広いソーサー型と、食事をしながらゆっくりと楽しむフルート型とあります。ソーサー型はショートカクテルのグラスとしても使用できますし、またおつまみ入れやアイスクリームなどのデザートの器としてもおしゃれですよね。フルート型は底の中央から立ち上る泡を楽しみましょう。シャンパングラスは容量よりもデザイン性で選ぶのが良いと思いますよ。ただフルート型は底が洗いにくいので、使いやすいのはソーサー型になるかもしれません。次はジョッキです。ジャックと発音するのが正しいのですが、日本ではジョッキと言いますね。ビールジョッキが最もポピュラーです。他にコーヒーカクテルなどに使われるジョッキグラスなどがあります。またマグは陶製や金属製の小さいものを言います。モスコミュールに使われる銅製のマグは 400ml くらいのものが使いやすいです。はい、どんどん行きましょう。次はタンブラーです。ハイボールグラスと呼んだり、また先に紹介した
トールグラス、ロンググラスと同じ種類として用いられることもあります。ハイボール、ジントニックなど幅広く用いられます。180ml から300ml ぐらいのものまで容量は様々ですが、240ml の8オンスが一番多く使われており一般的だと思います。ただ私の使い勝手としては 360ml くらいが好みです。大昔は牛の角などを主杯として用いていたらしいんですが、飲んでいる途中でテーブルに置くとタンブル倒れてしまう、そこでタンブラーというふうに呼ばれるようになったそうです。次はブランデーグラスです。チューリップのようにふっくらとして口がすぼんだ大型のグラスのことです。容量は 240ml から 300ml ぐらいなんですが、グラスの大小に関係なく 30ml ぐらいのブランデーを注ぐ。こうして飲むと上部のすぼまった部分に香りが集まって、そのふくいくとしたお酒の香りが楽しめます。次はワイングラスです。まずワインの色、香り、味を余さず楽しむためには赤白を問わず無色透明が理想的です。ガラスが薄いともっと良いですね。ヨーロッパではワインの歴史は地方ごとに古い伝統を持っているため、デザインも様々です。結構グラスの種類多いですね。次はバルーングラスです。近年注目されてきているグラスで、ジントニックなどのカクテルをワイングラスに似たバルーングラスで飲むような、そんなトレンドがあります。グラスの中に香りがたまるので個人的にも好きなグラスです。私の PV でも使っているので、興味のある方は概要欄よりご覧ください。では最後にちょっとおまけじゃないんですけども、変わったグラスをご紹介したいと思います。このチューリップ型のストレートグラスはオランダのジン、ジュネーバジンを飲むためのグラスです。オランダなのでチューリップの形をしてるんですよね。うん、とっても可愛いかなと思います。でも継がれたら一口で飲まないといけない現地ルールがあるので、私は毎日ヘロヘロでした。これなんかも結構面白いかなと思います。一時期メイソンジャーという容器で、まあ、ドリンクを飲むというのがね流行ったと思うんですけども、欧州では牛乳瓶でドリンクを提供するのが流行ったのです。猫股屋でも遊び心で使ったりしてますよ。これとかいかがですか。これはグラスの足がなくてボールに乗せるタイプのカクテルグラスなんです。用途もいろいろ使えて、ボール部分にお花を散りばめたり、また保冷のために下にあのクラッシュドアイスを敷き詰めたりすることもできて、とっても楽しいですよ。いかがでしたでしょうか。グラス選びの参考になりましたか。次回はジンライムとギムレットの違いを検証します。同じ材料なんですけどね、ちょっと味がどう変わるのか気になりませんか。チャンネル登録をしていただけると見逃さないと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまたね。